百州武道具店の動画。ついこの間本当にあった話です。 A 君は高校3年生、剣道部だった A 君は今年は就職活動です。いよいよ就職活動が始まりました。書類選考一次審査は無事通過、次はいよいよ面接です。結果は見事通過したそうなのですが、採用担当者が言うには採用された理由は A 君の霊にあったというのです。剣道をやってる A 君は霊が他の子とは全然違う。私も面接官をやって何百人と見てきているが、面接時に生徒さんがする霊というのはやはりどこか付け焼き刃的なところが多い。霊が体に馴染んでなく、どこかぎこちない。面接のために慌てて練習したのが見え見えなんだ。その点 A 君は礼儀がしっかりしている。社会に出たら挨拶や礼儀などはとても大切だ。その点で A 君はすでに一歩も二歩も周りの子をリードしているんだよ。 A 君は剣道部でも地元で優勝するなど活躍したそうだが、私は A 君の剣道を見たことがないが、 A 君の礼儀を見ただけできっと正々堂々とした素晴らしい試合をしていたことが想像できる。やはり剣道をやってた子は違うね。ぐわはははは。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか、うおーからの引き面。今日は一番基本に戻って正しい礼のやり方やりましょう。立ったまま礼をします。立礼って言います。剣道っていうのは相手がいるからね、相手がいて初めて成り立つ。だから自分一人稽古や試合で勝って相手のことを見下して、うわーやったー見たかーってやってるっていうのは、これはもう剣道じゃなくてただのもう棒で相手をぶん殴るっていう暴力になっちゃうんだよっていう話。剣道はそうじゃない。自分が上達するのも上手くなるのもみんな相手あってこそ。だから相手にちゃんと感謝の意味を示す礼をしましょうっていうことなんです。じゃあ早速だけど、立ったままする礼ね、立礼って言います。立礼には2種類あります。知ってるかな、2種類あるんだよ。一つは神前、神棚がねどうとなれば神前、もしくは正面、もう一つは神座の先生方への礼で、もう一つは実際に稽古するとき相手がいるときの相互の礼。この二つはやり方が違います。言える人、違い言える人。じゃあどこが違うかっていうと、まあ後からやり方説明するんだけど、まず二つ大きく違うところがあると思ってください。一つはこの礼の角度、角度が違います。神前神座正面への礼は30度ですね。どっちかというと深い。もう一つ相互の礼っていうのは15度でいいです。15度。そしてもう一つ違うところは目線が違うんです。目線、神前神座正面の霊っていうのは目を伏せます。目を伏せます。見てないでしょ、見てないでしょ。そして相互の霊っていうのは相手の目を見たまま霊するんです。相手の目を見たまま違います。相手の目を見たまま霊をします。ここの2つがまず大きく違うところなんですよね。神前正面神座への霊は30度です。30度深く礼をします。神前正面神座への礼は目を伏せます。下を見ます。相手の目ではなく下を見ます。具体的に下といったら2メートルから3メートルぐらい、2メートルから3メートル先の床を見るように礼をします。目は伏せて礼をします。相互の礼は15度。相互の礼は15度、浅く礼をします。その時に大事なのは、相手から目を離さないということです。相手から目を離さない。相手の目を見たまま礼をします。よくある間違いで、相手の目を見ることばかり考えると、顎が出てしまいます。顎が出てしまいます。あくまで自然に上目遣いで相手の目を見ます。どちらの例でも大切なのは、まず肩の力を抜くということです。肩をストンと力を抜き、顎を引きます。顎を引きます。そして首を襟につけるイメージで礼をします。手は体の横のまま、前には持ってきません。体の横のまま礼をします。そして5本の指は揃えます。
きれいに揃えます。緊張で体が硬くならないようにしましょう。落ち着いて礼をしましょう。背中が曲がってしまうととてもだらしなく見えてしまいます。背中から腰まで一直線になるように礼をします。かかとは軽く揃えてつけるようにしましょう。足を開いたまま礼はしません。まだ礼が終わってないのに次の人に行く人がいます。礼は必ず顔を上げるところまで、そして移動します。礼のスピードは1、2、3、少し早めの1、2、3ぐらいです。1、2、3。下げ手の時は左手で竹刀を持ちます。竹刀のつるが下を向くように持ちます。刃が上に行きます。つるが上に来ているなら逆さまです。竹刀はぎゅっと握り込まずに下げるイメージです。ドラえもんの手で握ってしまうと竹刀が平行になってしまいます。これは何が悪いかというと、礼をした時に竹刀の剣先が上がってしまいます。力を抜いて竹刀を持つと礼をしても竹刀は動きません。礼をするときは必ず下げ頭の状態で行います。竹刀を上越しに取った対等の状態で礼をするのは大きな間違いです。下げ頭と対等、その意味の違いを理解するとこのような間違いはなくなります。下げ頭は戦う気がない状態のことです。対等は刀を帯に刺している状態、もうやる気満々、いつでも切ってやるという状態のことです。だからいつでも切れるように親指をつばにかけておくのです。ですから礼というのは相手への感謝を示すものだから、こちらも戦う気がないモード、下げ頭の状態でしないといけません。そういう理由から対等の状態、やる気満々、いつでも来い、切ってやるぞという状態で礼をするのはおかしいということになるのです。必ず礼は下げ頭の状態、敵意のない状態で礼をして上越しに取ります。上越しに取ったらやる気モードになって1、2、3で抜きます。今日は立ったままの礼、立礼のお話でした。次のビデオは今度は座った礼、座礼やりましょう。座ったままの礼のやり方、正しいやり方やりましょう。というわけで礼の話ってね、つまんないかもしれないんだけど非常に大事なことです。みんなが上手になるのに非常に大事なこと。そして先生はみんなの礼、審判の先生もみんなの礼必ず見てます。もう礼が上手な子絶対強くなる、そしてやる気があるのがもう一発でわかるから、まあ一つ一つ最初から見直していきましょう。今日はこういったところで、またいつかお会いできる日を。ありがとうございました。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。